性とエモーションカスタマイズ機能が追加されました。今までよりさらにマスター好みの私になれ、日常生活のいろんな場面でマスターの好みに対応しますよ。ぜひみんなに自慢して。そいつはすごいな。タイプ X だけのオリジナル機能か。資金管理や戦闘のサポートもできるし、アファシスって本当に優秀なのね。レイちゃんの機能をうまく使えばかなり有利よ。いろいろと試してみようよ。ご利用お待ちしております。私気づいてしまったのですが、 GGO のたくさんのプレイヤーたちはそれはそうだよ。プレイヤーの性格がみんな同じなんて。レイちゃんみたいなナビ用の NPC にもいろいろな性格があるでしょ。私もいろいろな性格になってみたいのです。いろいろな性格？いやいや、基本的に性格っていうのは人格一人に一つだけか。かーということは、レイちゃんは今の自分の性格が気に入る？そういうわけじゃないのです。ただマスターのナビとしてもっといろいろな可能性を探って。それってつまり。そうなのです。でも変えようと思って変えられるもんでもないしね。どうしよう。あ、そうだ、まずは言葉遣いを変えてみればいいんじゃない。言葉遣い？ええ、言葉遣いにはその人の性格が現れるものだから。特徴的な言葉遣いを真似ればその人の性格を少し体験できるかも。わかるような。ランより証拠よ。ちょっとやってみましょう。だから俺はよ、そん時言ったわけよ。てめえどこに目をつけてんだってな。それでどうしたの？相手はビビっちまったのか？あったぼうよ。腰抜かしながら逃げ去っていきやがったぜ。そいつは面白えや。スカッとする話じゃねえか。ちゃん上手。確かにすげえな。俺の口調を見事に真似てるぜ。褒めるな褒めるな。俺にかかればこんなのお茶の子さいさいよ。でもね、所詮は GGO も遊びなのよ。現実にはバレットラインやバレットサークルもないしね。そうね、ただ実際にはそういったシステムアシストがないと、素人が相手に弾を当てるなんて至難の業じゃないかしら。確かにその辺のバランスって難しいわよね。リアリティの追求とエンターテインメントとしての気持ちよさをどこまで優先するか。難しい問題だけど、考え始めてみるとなかなか興味深いわね。うはん、なんだかレイちゃん、シノンの真似すると賢く見えるよ。見えるってどういう意味なのですか。私は最初から賢いのです。戻っちゃった。拙者アファ
シスと申すもの。この銃と廃墟の世界にて冒険者たちを助力する役目を仰せつかっておりまする。おのおの方も御用が終わりのようでしたら、何なりと拙者にお申し付けくだされ。それは誰かな。先ほどお会いした冒険者の言葉遣いを真似ておりまする。そのご人、時代劇とやらがお好きのようでございました。侍言葉っていうのかな。何にせよすごい再現度だね。にゃんにゃん、アファシス、もう眠たい。ダメだよレイちゃん、今日はまだ別のダンジョンに行く予定なんだから。アファシスはとっても気まぐれなんだにゃ。餌をくれないと愛想だって振りまかないんだにゃ。確かに猫って気まぐれだよね。元のレイちゃんに戻ってもらった方がいいかな。そいつはどうかな。俺様の右腕の豪華が魂を貫き通せと囁いている。え、いきなり中二病に。ばあさんや、少しは年寄りをいたわる気持ちを持ってくれてもいいんじゃないかの。今度はおじいさん。やだ、僕もお家に帰ってアニメ見るの。次は幼児に。ちょっとレイちゃん落ち着いて。なんとか戻れたのです。ええ、一時はどうなることかと思ったね。対話して覚えた口調がどんどん出てきて止まらなくなってしまったのです。私もびっくりしたのです。この訓練はちょっと刺激的すぎたのかもね。でも楽しかったのです。いろいろな性格が分かった気がするのです。そっか、それは良かったね。はい、なのです。やったじゃないか。二人とも優勝おめでとう。キリとアスナ、ありがとうなのです。いやいや、この結果は2人の成果だよ。うん、決勝戦の2人のコンビネーション、これまでよりも格段に良くなってたと思うよ。ああ、モニターから見てたけど本当に息がぴったりだったぜ。お互いに心の底から信頼し合ってなきゃ到底できないような動きばかりだった。はい、私なんとなく分かったのです。パートナーとしての絆というものが、お互いを思いやるのは当然、でも優しくするだけじゃダメなんだって。目的のために背中を預ける、時には危険なことを相手に強いてしまうことがあったとしても、協力し合えば乗り越えられるって信じることが絆なのですね。ああ、そうだと思う。アファシスたちにはもともとマスターとアファシスの関係ってものがあるけどさ、パートナーとしての絆だってそれと同じくらい二人にとって大事なものじゃないかって思うよ。
マスターとレイちゃんは絆で結ばれた親友同士でもあるってことね。素敵だと思うよ。ですが、マスター、それでもよろしいのでしょうか。ありがとうございますマスター。これで二人の絆が深まってくれて嬉しい反面、これから今回の大会みたいなのがあるとはますます手強くなりそうだな。強敵を作り出しちゃったね。でもそう言いながらキリト君嬉しそうだよ。そういうアスナこそ笑ってるじゃないか。もし次があったとしても、マスターと私の絆が連続優勝を飾っちゃいますよ。マスター、クラインがいるのです。今日も素敵ですね。その髪型すごくお似合いですよ。いらっしゃいませ。ご用件をどうぞ。用件なんて大げさなものじゃねえです。ただ連絡先を教えてくだされば。それで。申し訳ございません、ご要望にはお答えできません。クラインはまた大人なコミュニケーション中なのでしょうか。言われてみれば確かにそうですね。クラインには分かっているはずなのです。早速質問してみましょう。こんにちはクラ…ん？なんだ、アファシスじゃねえか。こんなところで道にでも…マスターがいるから大丈夫なのです。それより、ちょっとさっきの大人なコミュニケーションってどの辺が楽しいのですか？どこら辺だ？そんなの全部に決まってるじゃねえか。俺はな、あの人の釣れない態度の奥にある本当の思いってやつにアタックしてるんだ。昨日は届かなかったかもしれねえ。だが今日は届くかもしれねえ。そうやって重ねていく1秒1秒が喜びなのよ。プレイヤーと AI なんてちっぽけな枠には収まらねえ。本当の関係を求めてるのさ。俺にとっちゃそれがアファシスとの理想の関係ってやつなんだ。なんてな。さ、分かったら戻った戻った。俺はあの人から連絡先を教えてもらわなきゃなんねえからな。マスター、クラインはすごいのですね。マスターとの理想の関係なんて私は考えたこともなかったのです。決めました。私もマスターと理想の関係になりたいのです。考えてみたら、私とマスターは出会ってからずっと同じ感じだったのです。進歩しないなんて学習する AI としてあるまじきことなのです。ここらで私頑張りますので、楽しみにしていてください。マス、運用はどうしますか？もしかしてお小遣いですか？
ってお買い物、いいものを見つけたら迷わず買うのです。酔い腰のマネーは持たないのです。おこつ節約を心がけます。いいものを見つけたら迷わず買うのです。お金のことですよね。それでは始めますね。準備はいいですか？新しい機能なのです。任せてください。Until next time, don't forget, you can like, comment, subscribe. Bye, everyone.